よし、聞いてくれ。ことはお前たちが2つ目の熱反応を見つけられるかにかかってる。できればそこでイニシエーターコアを手に入れたい。もうすぐエイムはキメラの位置を特定するだろう。作戦基地を失えば勝てる望みはほぼない。いいか、頼りにしてるからな。それと幸運を祈る。それって責任重大だね。いやいや、まあ確かに。スタークさんの期待に応えないとね。ジャービス、どうしたらいい？第2の熱源は大きなものを中心にしてその周りにポツポツと散らばっています。イニシエーターコアが大量にある可能性がありますね。どこか一箇所で管理されているはずです。おそらく建物でしょう。わかった。記念碑だね。レジスタンスに命を捧げた人たちの。ここにいたんだ。分かってる。任務に戻るよ。ショックマット2、何か見つけたか？安全を確保した。でしょうか。私のせい？それともアルクがどうかしちゃった？バナー博士は愛すべきキャプテンの死に悩んでいるようです。記録メモによると、博士はエイディの出来事に決着をつけるつもりでキメラに戻りました。ですが自身の力不足を感じて余計に苛立ちを募らせているのでしょう。だろうね。ブルースは自分を責めて。他の皆さんもですよ、ミスカーン。近くで特殊なリソースの入った箱を探してください。チームアルファ、ブラボー、チャーリーは一旦通信を控えて。ターゲットを見つけた時以外はこのチャンネルを使用しないこと。セクション12に機械が隠してあった。処分する。
さらに多くのエイム装置に接近中。探し物があるといいけど。地面が揺れてないか。これはまさか。近くでギアの入った箱を探してください。焼却してる。全部破壊しようとしてるみたい。急ぎましょう。もう一つのコアの位置をハッドに表示しました。ターゲット発見。レジスタンスの残党のようだ。おい、あいつハルクだ。アベンジャーズの連中だよ。援護を要請する。こいつら見た目からして嫌だね。普通のエイムボットとは違うみたい。ミスか。彼らはウォッチドッグスと自称するグループの一部かと思われます。反スーパーヒーローの過激派組織です。最悪、今はエイムに雇われてるのかな。自分の小さい相手をいじめないことね。見つからないな。それこそ砂漠の端まで探したのに、はあ、私だけ。え？他のインヒューマンたちはどこ？どうしてみんな黙ってるの？わからない。レジスタンスのシンボルを見たし、活動の噂も聞いた。なのに何も起きてない。私どこも悪くない。今が一番生きてるって感じ。おかしいの？気持ちはわかるよ。こういった力は自身の一部だ。言えるのは大切にしないとってことだ。
僕はそう思うよ。パパも同じこと言ってた。そうか、賢いな。そうなの。さて、そろそろキメラに戻ろう。よし。そこ動くな。嘘だろ、おい。ガキとおっさんか。おっさん。よし、ピム博士に会うんだ。ハンク、ピム。ハンク、ブルース、ここで何を？こっちが聞きたい。会えて嬉しいよ。私もだ。ああ、カマラ、こちらはピム博士。アントマン？いや、違う、今はね。こっちだ。なるほどね、これが僕たちが探していた熱源ってことか。防衛に使えるものなら武器、ロボット、エイムのもの、何であろうと集めているのだ。このイニシエーターコアを少し分けてくれないか。そのヘリキャリアの調子があまり良くなくてね。手配なら任せてもらおう。ありがとう。ここって何なの？ここはアントヒルだ。まあみんな単にレジスタンスと呼んでいるがね。嘘。じゃあここのみんなは？インヒューマンだ。多くはエイムに捕らえられていた。戦ってる人たちがいたんだ。くつろいでくれ、彼に話がある。この場所の何もかもが想像以上。おっと、バナーの相棒だな。少しいいか。あなたポータルの人だよね。いかにも、ポータルの人テオだ。私カマラ。あなたの能力すごいね。ありがとう。サラと話してくれるか。巨大な監視画面の横にいて君にめちゃくちゃ会いたがってたから。私に？わかった。アントヒルへようこそ。はみ出し者たちの我が家ってとこだ。あなたもエーデーの時サンフランシスコにいたの？ああ、妹も一緒にな。妹？今はどこにいるの？その辺にいるんじゃないかな。会えばすぐにわかるよ。まさかこんなにインヒューマンがいたなんて。何百人といるよ。収容所にはたくさんいたからね。みんなエイムに捕まってたの？いや、ここにいる人たちはみんなインヒューマンとは限らない。彼らの友達や家族、協力者だっている。君はどっちだ？その全部かな。アントヒルへようこそ。私はセリース、テオの双子の兄弟よ。能力はテオと同じ、ポータルツインズよ。よろしくね。今回は少し減らそう。もうあまり。を実験してるみたい。早く完成するといいな。どうしたらいいのか。もう一度シミュレーションして。
ピーム粒子の研究か。いつかこの目で実物を見てみたいな。どうも。キメラにいるのは君とカマラだけか。そのいや、トニーがキメラにいる。ということは君たちは仲直りしたのだな。まあそんなところだね。実はカマラのおかげなんだ。彼女が大男を見つけてくれて。なるほど。君はまた戻れなくなっていたのか。ああ、ひどいものだ。今回は1年以上あのままだった。興味深い。というかその大変だったな。彼女に救われた。借りができたよ。それではスタークに頼まれてきたのだな。キメラを再起動させることが目的ならば納得できる。ああ、イニシエーターコアというものを探してるんだ。エイムのロボットにも似たものがあるってトニーに言われた。その通りだ。彼なら手を加えるくらいわけないだろう。ここにいくつかある。ありがとう。ねえ、手を貸してほしいの。あなたは砂漠をさまよってたピムの友達ね。もしかしてエイムのスパイ？え、まさか。冗談よ。あなたが砂漠を渡る様子を監視カメラで見てた。ウォッチドックスがあなたにやられたとこ最高に面白かったわ。ありがとう。私はサラガーザ。あなたの噂は随分広まってるわよ。いい噂かな。もちろん、ぜひ仲間に加わってほしいわ。もし空いていたら手伝ってほしいんだけど。それじゃあ聞いてちょうだい。本当に？あなたって最高よ。終わったら教えてね。よろしく。やったわ。あなたが協力してくれるってマディに伝えなきゃ。後ろの箱を見てくれる？新しい荷物が届いたんだけど、確認してる暇がなくて。もちろん。なんだかわかんないけど、サラが喜びそうなものだよ。ちょっといい？まさに博士の注文通りね。私だって歴とした博士号を持ってるのよ。とにかくありがとう。ううん、役に立ててよかった。いいこと教えてあげる。ここのロボットは全部ピム博士の実験用なのよ。一番初めに作られたのはマーク1って言って、いつも階段の隣の倉庫にいるわ。見逃す方が難しいわよ。じゃあ見てみようかな。何なりとお申し付けください。初めてのお客様ですね。いらっしゃいませ。何かお探しですか？ごめんごめん、じっと見ちゃった。ごめんね。あなたの視線について特に感情は持ちません。私の過去はセキュリティのために全て消去されています。え、それってなんだか悲しくない？私のプログラムはそのような余計な記憶に縛られるのは非効率的だと判断しました。私は取引が成功した時だけ喜びを感じます。つまり私が何か買えば喜んでくれるの？そうです。ここは孤独です。適切な額を受け取りました。ありがとうございます。やり取りに対しても喜びを感じられるようプログラミングされていればよかった。ね、驚かないで聞いて。マディ・チョー博士がオフィスに来てほしいって。何なんて。私がマディ・チョー博士よ。来てくれたらいいものをあげる。ねえ、アベンジャーズ。誰かと思えば、あなたってなんていうか雰囲気がいい。私はマディ、
天才生物科学者よ。あ、今のはピムには言わないで。あとバーナーにも。安心して、私口が固いんだ。あなたが私をオフィスに呼んだの？その通り。私はインヒューマンじゃないけど、物資やギア、ガジェットを調達する係なの。今よりも早く強く伸びるようになりたいなら私に任せて。何のためにこんなことを？誰よりも賢くなるためよ。素材を持ってきてくれればエイムをやっつけるギアを作ってあげる。試作品があるから見てみて。やっ、やっぱりね、私ってば天才かつ超能力者かも。よだれが出ちゃう。何か手伝えることない？今は大丈夫。でもあなたの元気はピムの助けになれると思う。ウォーテーブルへ行ってみて。説明してくれるはず。ウォーテーブルだね。どうもね。バイバイ。そろそろエイムに私の実力を見せてやらなくっちゃ。でしょ、ジャービス。ミスカーン、あなたならこうと決めたことは必ずやり遂げるでしょう。さて、頼もしい味方もできたことだし、エイムの実験用ラボへ行ってみるとしよう。奴らは小さな農村地域でインヒューマンの実験を行っていた。研究内容を見せてもらおうではないか。いいね。太平洋岸北西部にあったエイムの大きなラボなら片付けたよ。オリンピアアーカイブのことか。素晴らしい。誰が破壊したのか疑問に思っていたのだ。ありがとう。あんまり情報は持ち出せなかったけど、今ならもっといろんなことがわかるかも。エイムは西部の小さな田舎町に基地を作っている。おそらく試験研究所として使い、実験のためにインヒューマンを捕まえているんだろう。政府の目と鼻の先でそんなことが起きてるなんて信じらんない。奴らはワシントンで絶大な権力を握り、あらゆる大企業から資金援助を受けている。エイムは5年かけて地盤を固めてきたのだ。それを崩すのは容易ではない。でもとりあえず何とかしなきゃ。正しいことをするのが私たちの使命だもん。アベンジャーズの誰かさんがかつて同じようなことを言ってたな。ワイオミング州ベンチャーリッジへようこそ。エイムの刑務所が建てられる前はここにインヒューマンたちを閉じ込めていたのだ。奴らが来るとほとんどの住民が避難させられた。町中で出くわす相手はエイムのパトロールくらいだ。分かった。エイムのパトロールに注意してくれ。見つかったら面倒だ。運が良ければ彼らがどんな目に遭っていたのか知ることができるだろう。ハットに施設の場所を表示しました。パトロールにご注意ください。協力してくれてありがとう。これくらいしかできないけどね。絶望的な気がしたけど、みんなのおかげで頑張れた。どこかにレジスタンスがいるって思うだけで希望が湧いてきたんだよ。そしてついに勝ち目が見えてきたというわけだ。よし、ぶっ飛ばす。近くでレジスタンスの仲間が助けを求めているようです。成功です。テオ、あとはお願いします。もう大丈夫だ。エイムがインヒューマンたちに危害を加えてた証拠見つかるかな。エイムはデータを厳重に警備している。そのため確実な証拠は何も得られていない。インヒューマンたちの証言だけでは不十分だろう。エイムの機材庫です。ロック解除のシークエンスを作動できるなら開けてみる価値はあります。注意してくれ、罠かもしれん。それでずっと前からレジスタンスをこっそり作り上げてきたの？意図せずそういうことになってしまった。我々
でギアの入った箱を探してください。ここまでだ。ここにあるものは全て君のものだ。インヒューマンたちはどこに収容されてるんだろう。研究ラボでは特定の閉鎖ユニットに拘束している。実験中は近くに置いておきたいのだろう。理由は聞かない方がいい。注意してくれ。近くにエイムのエリート部隊がいます。倒せば役に立つアイテムが手に入るかもしれません。秘密兵器だ。練習の時間だ。
ってやろうぜ。エイムは緊急態勢を発令しました。ここまでだ。これは予定外です。上の階にある2つの変圧器を破壊すればエレベーターの扉が開くはずだ。あなたも捕まってたの？インヒューマンじゃないのにどうして？タールトンは能力を持つ者全員を脅威とみなす。それで私の能力を奪った。体の大きさを変えると死ぬよう生理機能を操作したのだ。ごめんなさい。どこ行くの？記録によるとこの廊下の突き当たりには厳重に警備されたラボがあります。近くでギアの入った箱を探してください。エイムの機材庫が付近にあります。調べる価値はありそうですよ。ここまでだ。
お見事です。場所はここで正しいのか？まもなくエイムのネットワークに侵入できます。彼らは何かを隠しているようです。エイムの部隊にご注意ください。よし、やって急いでくれ、ジャービス。私のプロセッサーをフル稼働させます。こうやってやるんだよ。何かしらの研究サンプルを物理的に消去しようとしています。自動輸送船が離陸の準備段階に入っています。輸送船が離陸する前に何としても中身を確保しなくては。エイムのセキュリティをバイパス中です。お待ちください。どうやって離陸を止めたらいい？止められるかどうかは不明ですが、輸送船の目的地なら変更可能です。素晴らしいアイデアだ。目的地をアントヒルに書き換えてくれ。なんとか間に合いました。ターミナルにアクセスさせてください。ナビゲーションシステムを無効にするには3つともコントロールを掌握する必要があります。ご注意を。エイムはアクセスポイントを元に戻そうとしてくるでしょう。誰か点数つけてるか？俺の圧勝だろ。
一つ失いました。奪還してください。接続しました。対処してください。まあ、計画通りにはいかなかったな。貴重な研究サンプルを手に入れはしたが、エイムは思っていたよりもずっと手強いようだ。それに私の仲間がたくさん囚われてる。奴らを止めないと。同感だカマラ。だが我々には再編成のために時間が必要だ。トニーがキメラに乗って到着すれば攻撃面では断然有利になる。分かった。でもそんなに長くは待てないよ。よし、アントヒルに戻ってこれからのことを話し合おう。